スリーは、大日本帝国陸軍が、石川島自動車製造所に明治1934年に、試作した、水陸両用戦車。試作車両は完成したが、試作のみで終わっている。SR は、水陸両用の頭文字。早くから、水陸両用戦車に注目していた日本軍だったが、1931年に、イギリスのビッカース・アームストロング社が開発した、 ビッカース水陸両用戦車に刺激された陸軍は石川島自動車製作所に水陸両用車の研究を命じた陸軍よりスリーとの計画名称で指示を受けた石川島自動車製作所は92式重装甲車をもとに1934年に試作車両を完成させているこのスリーは一応戦車らしい外観を持っており性能的にも ビッカース水陸両用戦車に迫るものがあったのだが、試作のみに終わってしまった。とりあえず作らせてはみたものの、使い道を全く考えていなかった軍の姿勢が、このような結果を招いたと言える。昭和12年7月に、シナ事変が発生、同年9月15日、中国にて活動中の戦車、第2大隊に SR2 号車、SR6 号車、3が配備された。その後、 スリーは昭和13年8月8日に東京陸軍兵吉祥に返されている。ありがとうございます。